ソマリ料理ソマリアはアフリカ大陸の北東端にあたるため古くは東洋とアラブアフリカ諸国を結ぶ交易中継地であり近代以降は東洋と西洋を結ぶ交易中継地であったそのためソマリ料理はエチオピアイエメンイラントルコインドイタリアなどの食文化の影響が強いまた ソマリ族のほとんどがムスリムであるため、イスラーム教の食の戒律ハラールにかなったものになっている。材料名がそのまま料理名となっているものも多く、同じ料理名でも場所によって調理法が異なる場合も多い。1日の食事の中では、昼食が最も重要で、朝食と夕食は軽い。アンジェーロソマリ族は遊牧民あるいは反遊牧民が、 多く、ムスリムが多いため、食事は主にイスラーム遊牧民食である。例えば豚は食べず、食品は保存性が重視される。穀物の田は、肉と乳が食事の中心であり、いずれもヤギ、羊などから取ることが多い。ラクダを使って旅行するときには、ラクダの乳を1日に10リットル近く飲む人もいる。気温が高いため、ミルクは腐敗防止のために、 スバグというすましバターに加工することも多い。スバグは調味料としてもよく使われる。発酵させたミルクはジノーと呼ばれ、味はヨーグルトに似ている。その他、スパイスとしてターメリック、コリアンダー、クミン、カレー粉、カルダモン、クローブ、シナモン、セージなどが使われる。食事パターンもイスラームの影響が強い。朝食はクラーと呼ばれ。 パンと紅茶の組み合わせが多く、朝の礼拝時刻を知らせる、アザーンの前に取ることが多い。様々な穀物で作った粥も朝食に好まれる。昼食は、角と呼ばれ、1日のうちで主要な食事であることが多い。昼食には、米料理も多いが、旧宗主国イタリアから伝わったパスタが食べられることも多く、 モガディッシュなどの主要都市では特にその傾向が強い。ソマリ族は夕食を午後9時以降に食べることが多く、量は少ない。ラマダーン月には季節によって午後11時頃となることもある。ラマダーン期間中に日没と共にとる食事を、ソマリアでは、アフルと呼ぶ。食事は、女性が作ることが多く、谷や粥に用いる穀類の調整や製粉も、主婦の仕事である。 ソマリア南部では塩爆、もろこし、とうもろこしなどが栽培されている。パン、カユなどにして食べられる。米は輸入品である。よく食べられるのは、小麦粉や、とうもろこし粉で作られたパンである。クレープ状のものはアンジェーロ、または、ラホハ、南上のものは、ムーホ、フランスパン状のものは、コーリスアンジェーロあるいは、ローティと呼ばれることが多いが、地方によっても異なり。 厳密な区別があるわけではない。アンジェーロは、エチオピアのインジェラと、同語源であるが、トウモロコシコや、モロコシコから作られ、インジェラより薄くて小さい。小さくちぎって、バターや、ごま油、砂糖をつけ、紅茶をかけて食べることが多く、この食べ方は、マラワフとも呼ばれる。砂糖や蜂蜜を煮詰めたハルーをローティに塗って、ローティーをハルーとして食べることも多い。 サバンヤドはパン生地にバターを創状に練り込んだインドのパラーターに似たパンである。カユは穀物の粉を水や乳で煮込んで作られ、たっぷりのバターや砂糖で味付けする。ラホー、ボーリシュ、ミシャーリ、ソールなどと呼ばれる。米はバリースと呼ばれ、種類はバスマティが多い。リゾットにして食べることが多く、スパイスで味と香りがつけられる。 昼食に食べることが多い。米を野菜や肉と炊き込んだ料理はイスクレフカリス、またはバリースイスクイコールカリスと呼ばれる。南部ではイタリアから伝わったパスタがバーストと呼ばれ、人気がある。具材は肉が多い。スープに入れたり具材にバナナを使うこともある。肉はヤギ、羊が多いが、牛、ラクダも食べられる。鶏も稀に食べられるが、 市場では生きた鶏を売っているので鶏料理は手間がかかる上、ソマリアの遊牧民社会ではラクダなどの家畜の肩価格が高く、鶏肉は貧者の食べ物と考えられているので、ソマリ人はあまり食べない。レンズ豆や空豆、緑豆、小豆、インゲン豆を使った豆料理も好まれる。魚は都市部を除いてあまり食べない。 量の多い食べ応えのある食事は昼食に取られることが多い。細く切って干し、塩とスバグをもみみ込んだ肉はオードカーと呼ばれ、缶に入れて保存し、香辛料をつけてバターかギーで炒めて食べることが多い。その他の肉も炒めて食べるか、あるいは焼いて食べられる。ソマリ料理のカバーブはケバブではなく、肉団子のことである。肉は、 野菜と合わせて煮込むことも多い。じゃがいも、人参ピーマン、ほうれん草、ケール、キャベツ、ニンニクなどの野菜も食べる。肉と一緒に煮込むことが多い。生野菜のサラダは、アンサラートと呼ばれる。シトニというトマトのチャツネは米やパスタよび他の料理に添えて食べる。牛肉料理は、スカールと呼ばれ、切った肉を煮込んだもの。 牛ひき肉をジャガイモと炒めたものなどがある。エジプト料理の釈ャクが食べられることも多い。玉ねぎ、ニンニク、トマトを炒めてから煮込み、卵で閉じたものである。レバーや、ヤギ肉を入れることも多く、パンですくいながら食べる。アンブーロは豆をバターと砂糖とともに、弱火で5時間ぐらい煮たものである。ごま油が使われることもある。豆を煮ただけのものではあるが、 1988年のソマリアの新聞ヒッディグタ・オクトーベルの調査によるとソマリアの首都モガディシュの住民の8割が夕食の主菜をアンブーロにしたことがあるというほどよく食べられる料理である小豆の代わりに小麦、大麦、トウモロコシを使うこともあるスープはマラクと呼ばれ玉ねぎ、牛肉、トマトを入れた具だくさんのものもあるが 単なる肉の茹で汁の場合もある。油や砂糖で味付けしていることも多い。マラクは、後海を挟んだ大岩のイエメンの料理であり、イエメンでは、煮込み料理を意味する。同じ料理がフールと呼ばれることもある。首都モガディッシュでは、ブステーキやカルーンを食べることも多い。サンブーサをあげる。サンブーサは、アラビア半島でも食べられる軽食で、 南アジアで食べられる寒さとよく似ており、肉と野菜を小麦粉の皮で三角形に包んで揚げたものである。青唐辛子を入れることも多い。バジーエ、またはバジアはソマリア南部で食べられる軽食で豆や肉、野菜、トウモロコシを混ぜ合わせて揚げたインド料理のパコラに似た料理である。ビスバースと呼ばれるホットソースにつけて食べることが多い。ガシャーとは ソマリアで人気のココナッツの歌詞。ハルオは、ゼリー状のハルバで、ソマリアで人気がある。砂糖や蜂蜜を水で溶いて煮詰めたものであり、コーンスターチで寄せることもある。結婚式でもよく出されることから、ソマリア語で、ザルウェーディ・ワッド・カーサティーといえば、駆け落ちしたでしょう。内々の結婚式を挙げたでしょう。という意味になる。ガシャーとあるいはクンベは、 ココナッツを砂糖で固めた菓子である。煮詰めた砂糖にカルダモンで香りをつけ、油を入れ、おろしたココナッツを入れて作る。ロースイヨシシンは南部で好まれる菓子で、ピーナッツとゴマをカラメルで固めたものである。棒状に作られることが多い。マシャドウにはパパイヤとバナナのマチェドニアである。評価ジェラートの名は、凍ったを意味するイタリア語ジェラートに由来する。 イタリアのジェラートはアイスクリームに似た菓子であるが、ソマリアのジェラートは果物に棒を刺して凍らせたものである。ビスケットもブスクットの名で食べられている。柔らかな食感のものはダールダールと呼ばれる。ドールショはヨーロッパ風のケーキで、ドールショ、ソーマーリはカルダモン風味のスポンジケーキ、ドールショスバグはバターケーキである。紅茶はシャーハと呼ばれ、カルダモン。 シナモン、クローブ、生姜、ナツメグとともに煮出して、香りをつけ、ミルクを入れて飲むことが多く、ミルクを入れて煮出すこともある。社の呼び名は、関東語系であり、ヨーロッパ経由ではなく、アラビア半島から伝わったことを示している。ソマリアのコーヒーは、カフウェと呼ばれ、イエメンのキシルド用コーヒー豆を取り出した後の、外皮と果肉を焙煎して、生姜、カルダモン、 シナモンと共に引いたもので、甘い春やデーツを食べながら、ブラックで飲む。その他、バルベールも、ラケー、アンベ、ゼートゥーン、トゥファーフ、カレなどのジュース、イスバルムーンと、ラースなどがよく飲まれる。ソマリランドの首都、ハルゲーサでは、フィームとも好まれる。果物ジュースは、インドやカナダからの輸入品が多い。ありがとうございます。